はい、ということで皆さんこんにちは、浅岡修です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルではスニーカーやファッションにまつわるレビューや店頭抽選の様子を中心に、バンドの音楽活動、食や旅といった幅広いカテゴリーの動画をお届けしております。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、ということで本日は5月の21日ということで土曜日でございますが、もう5月の土日もあと2回ですね。まあスニーカーの話になりますが、5月はもうほんと特にナイキを中心にすごいリリースの数でしたね。多分追いつけなかった方多数なんじゃないかなというのと、途中離脱の人も結構いるんじゃないかなってぐらい、まあ、かなりスニーカーのリリースも続きましたが、本日はまあわりかし今までの感じで言うと穏やかなリリース日となってるんじゃないかなというふうに思うんですが、とりあえずちょっと特別な一足を浅岡は欲しいなということで今動画を撮ってる次第でございます。もう5月というといよいよ来週、超絶久々ですけど、あのラッパーのトラビス・スコットとコラボによるですね、エアトレーナーとかエアマックスとかそこら辺がですね出るんじゃないかというふうにですね噂されてるわけなんですけれども、まあ5月は多分それで締めくくりとなるのかなという雰囲気でございますが、今日はですね、まあ一般的にはあのエアジョーダン4のですね白黒、こちらがですねリリースということで、まあ並ばれてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、僕はちょっとですね違うものを狙おうとしてるんですよ。というのもですね、まあ僕のインスタとか見てる方は分かってると思うんですけど、浅岡ゴルフを始めました。まあ僕ね趣味がなかったんですよ。まあスニーカーとかね集めたりとか、そういう趣味もですね結局まあ今 YouTube とか、まあ、仕事に繋がってる部分もありますし、まあ自分のねアパレルとか、まあ音楽はね自分の仕事なので、そう振り返ってみるとね、こうなんか動画を気にせずこう趣味に没頭するみたいな時間があって、まあなかったんですよこの 2,3 年間で。体を動かすこと自体はですねめちゃくちゃ好きで、中高時代はね僕吹奏楽部だったんですけど、肺活量増強のためにもう毎日めちゃくちゃランニングしてるぐらいですね、こう走ったりとか体を動かすことめちゃくちゃ好きなんですよ。まあ、ただちょっとフットサルとかね、バスケとか野球もめちゃくちゃ好きなんですけど、やるってなるとこう仲間を集わなきゃいけないし、まあ、場所も必要だとなると、なんか一人で黙々とできるのないかなと思った時にゴルフだということで、一応僕の母親がですね結構やるんですよ。ただまあ全然興味なくて、なんかコンペ行ってくるわみたいな感じで家出てくこともあったんですけれども、最近ちょっと急にやっぱり僕もゴルフやってみたいなと、大人のたしなみとして最高じゃないかということでですね、もう始めたらもう2週間以内かな、先週の土曜日初めてレッスン受けた感じでございますんで、まだまだ新米の浅岡なんでございますけれども、そうなってくるとですねゴルフ用の靴が欲しいなというふうになってくるわけなんですが、そんな浅岡にぴったりの一足が今日発売なんですよ。皆さんがいつも使っているスニーカーズの方ではなくですね、 Nike.com というですねアプリの方で発売があるですねゴルフシューズがございまして、しかもモデルがエアージョーダン1ということで、まあ以前ねエアージョーダン1のゴルフ UNC カラーとか発売されてたんですけど、今日はちょっとね2色ほど新たなリリースがあるということでございますんで、まあこれをですねもうゴルフ始めちゃってますんで、今ねフォーラムとかコート系のスニーカーで今練習してるんですけれども、ちゃんとしたねゴルフシューズを手に入れたいなということで、Nike.com で今チャレンジしようと思ってます。そしてその後はですねちょっと外に出て欲しいアイテムをですねとあるお店に買いに行こうかなというふうに思っておりますんで、まあ今日もね前後半2本立てでお送りしますんで、最後まで楽しんでてください。それではまずはオンラインでナイキのゴルフシューズエアージョーダン1ローゴルフを狙うところからスタートです。さあ、ということでこちらのエアージョーダン1ロー、もう完全ディオールカラーと真っ白カラーみたいな感じの AJ1 ローなんですけれども、まあこの2色を今日狙っていこうかな。まあホワイト当たったらちょっとカスタムしようかなとかは思うんですけれども、まあこのディオールカラーもね美しいですし、これねちゃんとね仕様がですね OG 仕様になってるんですよ。っていうのもねこれ足裏とかゴルフ仕様なんですけど、このお尻ねほら見てください、まあ、多分とこにエアージョーダンって書いてあるんで、これね何気なく OG 仕様になってるんで、そういった面でも非常にいいなということで今日狙っていきたいと思います。さあいつも来い。はい、来ました。行きましょう。はい、在庫確認中ということでエントリー完了ですね。で白もやっときましょう。はい、 OK、 在庫確認中ということで2色エントリー完了でございますね。いやーこれだとより練習もはかどるかなということで、どっちでもいいからちょっと欲しいなというのがですね本音なんですけれども、もうこれね完全ディオール AJ1 って感じですが、まあ、一応他のチェックしようかなと思ったんですけど、
今ね、なんかキャンペーン中なんですよね、ナイキが。で、メンバー限定のスペシャルな体験をというふうに書いてありますが、一応なんかこう、セールなんかやって、あ、これ、30% オフっていうやつですね。他にもクーポン特典とかいろいろあるみたいなんですけど、ちょっと 30% オフでも見てみますか。結構お得になってるんだと思うんですよ。おー、ジャンボスッシュのブレザーとかも入ってる。あー、UNC もあるんだ。あ、サイズがちょっと俺のサイズはないですけど、これだって8000いくらで 30% オフってかなり、お得になっちゃうかなっていう感じでございますけれども、この中からどんどんチョイスしていくのも面白そうですね。これ表示から多分全部 30% オフなんで、お得具合で言ったらかなりのもんだと思うんで、今ねキャンペーン中ということなので、まあこれサッカーのスパイクとかね、いろいろそういうパフォーマンス向けのねランニング用のスニーカーとかもあったりするので、ぜひ皆さん気になる方はチェックしてみてください。ね、あー、このハラチめっちゃ美しい。これウィメンズか、メンズだったら欲しかったな。美しい、これめっちゃ綺麗。こんなん出てたんだ。ちなみにサイズはないよね、さすがに。あー、一番でかくて28か、 28.5 か9じゃないとハラチ入んないんで、まあ、こういう出会いもあったりということで、普段ね、なかなか見ないスニーカーとも出会えるので、そういった意味ではかなりおすすめですね。なので皆さん今キャンペーン中なんで、ぜひ見てみてください。ということで、これ見てるうちに多分結果来ると思うんで、ちょっと待ちたいと思います。ダー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 ちょっと待って、ちょっと待って、これどっちがダメだったんだ。あー、ディオールがまだ保留中になってるから、白がダメだったんかな。あー、ダメだったか。ディオールどうだ。ダー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 、いや、ダメか。まあ、ジョーダン1だからじゃないかな、これ買えないの。どうなんだろうな。朝岡はどっちも撃沈でございます。ゴルフシューズって難しいんですよね。まあ、これニューバランスとかでもいいのかなっていうふうに思ってるので、まあ、ちょっと今回 AJ1 ローはダメだったので、ゴルフシューズなんかおすすめあったら教えてください。なんか、ね、僕すげえプロフェッショナルにやりたいとかじゃなくて、見た目でかっこいいのがいいので、おすすめのゴルフシューズ、メーカー問いませんので、何かある方はぜひ教えてください。まあ、ちょっと今ね、クラブは借りてるんですけど、まあ、クラブ買いに行く動画とかもね、撮ろうかなというふうに思いますので、まあ、ゴルフやってる方、ぜひ楽しみにしててください。それでは、ちょっと別でまためちゃくちゃ欲しいアイテムが今日リリースなんで、それをちょっと買ってこようと思います。さあ、ということでですね、外に出てきたわけなんですけれども、もう本日はですね、とんでもないですね、皆さん大好きニューエラが発売ということで、先ね、もっぱらラファエットベッチでですね、自分のを作ったからニューエラ買うことちょっと減ってきたんですけど、もうこのニューエラは行かなきゃなということで、とあるお店に来てるんですが、いつものここでございます。はい、ドン。ということで、こちらのラファイエット横浜店ですね。もうほんとすごいニューエラが今日発売なんで、ちょっと潜入していきましょう。はい、ドン。ということで、見てください、もうフロントに高校と輝くこちら、 DJ 界のレジェンド DJ クラーク・ケントとのラファイエットコラボのニューエラですね。フロントにこのクラーク・ケントのヘッドホンを交えたですねロゴが入ってまして、後ろにラファエットで、ボディもつば裏もブラック、もうこの潔さと骨太デザイン、もうこれはね行くしかないですよ。皆さん DJ クラーク・ケントご存知ですか。もう生きる伝説ですからね。ちょっとそのお話は家に帰って詳しくしたいと思いますけれども、そのレジェンドとラファエットがコラボレーションでニューエラ出せても、これ今のストリートシーンでこんなことできるのラファエットしかないですからね。ということで、こいつが今日の目当てで、こいつはもちろん行くんですが、今年からねラファエットベアブリックのね取扱店でもありますんで、これカーズの主人公の赤い車ですよね。ちょっとすいません、名前なんとかマックイーンみたいな名前だったと思うんですけど、のセンパー、これかわいいね、めっちゃかわいい。このセンパーセントが2体鎮座しておりまして、今後のねこのベアブリックの展開も気になりますし、ラファイエットのねベアブリック次とんでもないやつ出るんで楽しみっすね。で、一応ナイキとかのねスニーカーとかもいっぱいあるんですよ。こういうねブレーザーとか、このジャンボスーシのねブレーザーローとか、ラファイエットいろんな側面持ってますからね、いつ来ても楽しいですね本当。はい、という
ということで、かぶるとこんな感じですね。この黒ベースのねニューエラー、あんまり僕かぶってるとこ見ないと思いますけど、これ潔いね。ちょっとまだね僕ツバ曲げてないんでまっすぐになっちゃってますけど、これは熱いね。クラークケントのロゴがフロントにドカーン、これはたまりませんね。これが今日欲しかったのよ。いいですね。さあ、ということでお家の方に帰ってきましてですよ。はい、どん。ということで今日のまあ大本命というか欲しかったこちらの DJ クラークケントとラファエットのコラボによるですね5950ですね、購入してきまして、もうちょっと早速折っちゃおう。実は僕曲げて被るのがめちゃくちゃ好きなんで、まあこれ完全自己流なんですけど、よく知り合いから代わりに曲げてくれって言われますね。はい、どん。ということでこんな感じですね。いや、かっかっこいい。もうこの DJ クラークケントというですね、もうレジェンドですね。もうビギーだったり、ナズだったり、ラキムだったり、それこそマライアキャリーとかね、ほんと著名なですね、アーティストたちをまあプロデュースしたり、もうアメリカに生きる、まあレジェンドであり、ヒップホップ OG であるこの DJ クラークケントがすごいのはもちろんなんですけど、まあ、このクラークケントと日本のこのブランド、ラファエットがやってるということがですね、熱すぎるし、こんなブランドないと思うんですよ、僕。そういう意味でかなり僕は今回熱くなってるこのニューエラなんですけれども、まあ、なかなかねクラークケントといってピンとくる方はかなりこうミュージックラバーだったりこうヒップホップ好きな方が多いのかなっていうふうに思うんですが、まあ、スニーカー好きがかなりこのチャンネル見てる方多いと思いますので、まあ、例えるともうほんとトラビス・スコットとのコラボに匹敵するぐらいですねビッグコラボレーションだというふうにですね思うわけなんですよ。まあ、言ったらトラビス・スコットはねまだ、まあ、若手ってわけではないんですけれども、もうクラークケント OG オブ OG でございます。あのビギーと仕事してる人ですからね。それをですね、まあ僕はいつもお世話になってるということもありますし、サンプルズも一緒にやってるラファエットなんですが、そんなラファエットがこの最前線でねこのコラボレーション、しかもニューエラを通してこのオールブラックでやってるってところがもうね痺れずにはいられないよというですね名作でございますよ。もうこれはですねぜひあの皆さん気になってる方、またこの話聞いてあそうなんだと思った方、ぜひ手に入れてください。もうこれはね欲しくても出てこないですよ。DJ クラークケントのニューエラなんてね欲しいと思った時にはもう周りにないですから、ぜひ今あるうちにですね狙ってみてください。ちょっと上の方とかサイズ掛けしてるみたいなんですけれども、朝岡激推しの5950でございました。ということでこのお気に入りのですねキャップも手に入れられましたし、まあ、今日はね残念ながらゴルフシューズ手に入れることはできませんでしたが、また来週にかけていろいろスニーカーのリリースも大変になりますし、久々にちょっとカスタム動画も撮りたいなというふうに思っておりますので、引き続き動画の方を楽しみにしててください。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価グッドボタン、そしてですねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしますし、ネクストムービー、じゃあねー。